第21回参議院議員通常選挙。第21回参議院議員通常選挙。第21回参議院議員通常選挙は、2007年、平成19年7月29日に実施された参議院議員通常選挙。優勢増半組副党問題や年金問題、相次ぐ閣僚の不祥事等が重なったことを主要因として、 自由民主党の獲得議席数は37議席と、第15回参議院議員通常選挙、1989年以来の歴史的大敗を喫し、1955年決闘以来、初めて他党に参議院第1党の座を譲った。改選議席数の確保を目指していた公明党は、神奈川県、埼玉県、愛知県の各選挙区で、現職議員が落選。 比例でも票が伸びず、議席を減らした。一方、野党第一党の民主党は追い風を受け60議席を獲得し、参議院で第一党となった。自民、民主の二大政党の争いに埋没した、共産、社民両党は苦戦し、議席を減らした。国民新党は、現有議席数を維持し、新党日本は一議席を確保した。 非改選議席と合計すると137議席となり、野党は参議院における安定多数を確保した。第1次、安倍内閣、第90代、総務省第21回参議院議員通常選挙、結果都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数、選挙区より抜粋。定数の四増四減が行われた、増員区、東京都八十 千葉県46、原委区、栃木県42、群馬県42。今回の選挙においては、12年に1回の井戸市選挙であることから、投票率の伸び悩みが予測されていたが、自民党政権に対する強い批判や一陸を中心に激戦区が多かった点なども反映して、投票率は全選挙より2%ほど上昇した。また期日前投票制度の普及により、 制度を利用した投票者数が過去最高を記録した。なお、全投票所の約3割にあたる14,840カ所の投票所では投票締め切り時間が通常の午後8時より前倒しされ、午後4時から7時の間に投票が締め切られた。総務省の説明では市町村合併に伴い過疎地の投票所から 市街地にある開票所への投票箱の運搬に時間がかかることが主な理由とされているが、締め切りの前倒しを発表したのが選挙期間中の7月、例であったことや岡山県備前市をはじめ2年前の総選挙では、帝国通りに締め切った投票所でも前倒しが実施されたこと、締め切りを前倒しした投票所が鹿児島県全体の92%を筆頭に、秋田県。 8%、高知県86、86%など一陸に集中していたことから、民主党は7月24日付で、菅義偉総務大臣に対して、公職選挙法の規定をはるかに逸脱しており、到底容認できないと抗議する旨を申し入れている。全国で29ある一陸のうち、野党が23選挙区で勝利した。二陸は、 すべての選挙区で与党と野党が1議席ずつ確保した。3人区は大阪府のみ与党が2議席を確保。その他は野党が2議席を得た。東京選挙区5人区は自民党が1議席、公明党が1議席、民主党が2議席を獲得。1議席は無所属候補が得た。自民党は一人区など従来の保守地盤で大きく交代。 東北地区の一陸及び四国全県で全敗したほか、佐賀で五十一年ぶりに敗北した。なお、民主党は青森、岩手、三重党八つの一陸で前回参議院選挙に続き、勝利を収めた。岡山選挙区では自民党の参院幹事長である片山虎之助が地元に張り付いて選挙活動を続け、平沼武雄衆院議員、有政造半組として、 自民党を離党、岡山県選出から支持も得たものの、民主党の新人候補に約4万8千票の差をつけられ落選した。各メディアは当選者の名字に姫が使われていたことから、姫の虎退治と報じた。島根選挙区では、自民党の参院副幹事長、影山俊太郎が国民新党新人候補に敗北。青木美雄自民党参議院議員会長、 当時の地元であり、二度の地元入りを行うなどの支援を行った、三年前の自身の挙では一度も、地元入りせずが18年ぶりに、同選挙区での議席を失った。2005年の郵政解散に伴う、第44回衆議院議員総選挙にて、増反市自民党を離党し落選した、江藤誠一、自民党、藤井隆夫、無所属、川上義弘、民主党、 事件小三郎、国民新党が当選を果たし、藤井高は選挙後に自民党に復党した。北海道、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、長野県、岐阜県、静岡県、岡県京都府、兵庫県、広島県、福岡県、以上2陸。比例区では民主党が20、自民党が14、公明党が7、共産党が3、 社民党が2、新党日本が1、国民新党が1の議席を獲得した。自民党は、参院精神会長、舛添ゾ洋一が、トップ当選、元内閣官房参与の中山京子、テレビ出演により知名度のあった、弁護士の丸山和也、前教育再生会議員で、ヤンキー先生こと、吉家博之らが当選。一方、業界団体擁立候補については、 農協推薦の山田敏夫ら5人の当選に止まった。公明党は1議席限の7議席となった。民主党は、自治労出身の相原久美子が50万票を集め、トップ当選。労働組合関係者や、元衆議院議員からの蔵外組を中心に20議席を獲得。プロゴルファー、横峰桜の父である、横峰義郎も民主党ら当選した。 共産党は1議席限の3議席、社民党は党幹事長のまたい政治ら前回選挙と同様に議席に止まった。国民新党は1議席、新党日本も1議席を得た。結果として、比例区では野党が6議席リードした。当初は7月5日、公示、7月22日投開票という予定だった。これは、 公職選挙法32条2項で参議院議員通常選挙は参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては通常選挙は参議院閉会の日から24日以後30日以内に行うと規定されており第166回国会の会期末である6月23日から設定された日程であるためである。しかし 年金事項撤廃法、公務員改革法などを会期中に成立させたいという安倍晋三首相の意向により政府与党内で会期を選挙日程の延期が発生しない5日間から1から2週間程度延長すことが検討された。最終的に12日の会期延長が政府与党内で決定され、6月22日に衆議院本会議で12日間の会期延長が可決された。 これにより、公示日と投開票日は、それぞれ1週間遅れ、7月12日公示、同29日投票という日程で、6月26日に、閣議決定された。7月22日投開票という予定で、投開票所確保や人員確保を進めてきた、全国各地域の市町村選挙管理委員会は、対応に追われた。全国でそれ以前から、 この28日からの週末に予定されていた夏祭りや花火会と選挙日がぶつかり夏祭りの日程を急遽変更するといった事例が多数報告された。7月28日に実施された墨田川花火大会では29日が予備日28日公展時の順延日となっていたが選挙の日程変更により警備上などの理由から予備日が設けられないこととなった。 本令や同日が投票日であった2001年には選挙前日に大勢の人手が見込まれる格好の舞台ということもあり、この周辺にて選挙活動を行った候補者もおり、一時混乱に陥った。また、群馬県では22日に県知事選挙を実施するために2週連続選挙が実施され、これに関して、 立候補予定者などより遊説などのケジュールの混乱が出るとして批判があった。また、佐賀県では28日から高校総体が開催されるため、投票所に予定していた一部会場が使えなくなるというトラブルもあった。会期延長、選挙地帯に抗議して引退を決めた議員も現れた。幹事長の中川秀直と参議院議員会長の青木幹夫が引責辞任。 安倍晋三は続投を表明した。8月1日、金銭処理疑惑で批判を浴びた赤木徳彦を農水大臣から更迭、8月27日に内閣改造を行う。9月10日には臨時国会で所信表明したものの、9月12日に内閣総辞職を表明した。選挙での対象を受け、8月31日に新しい党役員人事を発表。 小沢一郎代表、菅直人代表代行、鳩山幸男幹事長のトロイカ体制を維持した上、参議院側からの役員投与を大幅に増やして、参議院重視スタンスを明確化した。この選挙の結果、民主党が単独過半数に迫る参議院第一党の議席を獲得し、参議院議長は枝佐さつきが、議員運営委員長は西岡武雄が、 同党から選出されることとなった。慣例に従い、第1党から議長、第2党から副議長を選出。与党の自民党、公明党の議席数を合わせても過半数は、愚か民主党の議席にも及ばず、与党は、参議院の過半数を獲得できない状況での政権運営を強いられることとなった。参院選を受けて、自民党内で、安倍首相大臣の動き、安倍おろしが起こり、 安倍は続党を宣言したものの、9月12日に退陣を表明した。9月25日、両院で首相指名が行われ、参議院では小沢一郎民主党代表が指名された。衆議院では福田康夫自由民主党総裁が指名され、憲法の規定により、衆議院の指名が国会の指名となり、26日、福田康夫内閣が発足した。 参議院議長、議員運営委員長などの参議院主要ポストを野党が担当したことで、与党側は衆議院において多数を得ている状況にあっても、参議院を中心とした議会運営の主導権を野党に握られるととなったねじれ国会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。